はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、結界誓願って皆さんご存知ですか？なんかね、今結構話題になっているらしくてですね、結界誓願が強いと。これ光の結界っていうね、スキルを採用していて、これ自分のターンの開始時に光の結界っていうフィールド魔法を設置できるんですけども、これ何が強いかっていうと、フィールド魔法があるとこのシンプルアイズ、これを特殊召喚できると。これフィールド魔法カードがないと破壊されてしまうっていう新モンスターなんですが、これブルーアイズモンスターであると。このモンスターがということは、ブルーアイズモンスターとレベル1のチューナーでこれが出せると。ブルーアイズスピリットドラゴン、要はですね、先行で結構スピリット出るっていうデッキなんですよ。結構やっぱ先行でこいつ出したら結構硬いじゃないですか。割と例えばオノマトとかにも先行でこいつ立てといたらほぼ死なみたいなとこありますから、だからこのモンスターを先行で立てれるようなギミックとして、この光の結界誓願っていうのが注目されているっていうことなんだね。で展開だとしては、この目覚めの旋律か、まあ、神聖眼、これを引ければ結構簡単にこいつ出せるんで、まあ、あとチューナー引けば。なので意外とね、確率高いです。まあ体感ですけど、まあ、60% 以上ぐらいは先行でスピリット立ってんじゃねえかなみたいな感じですね、これ。で、ビッグマシン55が結構強くてですね、これブルーアイズカード、まあ、ブルーアイズモンスターかを、3種類見せて、相手に見せてね、でその中から相手が選んで手札に加えるっていうことなんだけども、神聖眼オルタナティブとか見せられるんで、まあ、聖眼ありゃほとんどどっちかは出ますから。なので結構これは割と強いんじゃないかなと。でもちろん手札に引いてしまったブルーアイズをね、イニシエのルールで特殊召喚していくっていう方法もできると。でまあこんだけ神聖眼とか積んでるんで、ちょっとですね、枠が難しくて、トラップカードとかは少し少なめになってますけども、まあ結局こいつが強いんでなんとかなるっていう理論です。はい、なのでちょっとですね、動き方をね見ていただければなと思うんで、早速ちょっと結界誓願っていうね、新しい誓願のスタイルの、検証をしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。様ごときに、デュエル俺のターン。先行が欲しい人生ではあるんですよね。まあでもこれイニシエのルールからの白き霊竜があるんで、結構強いは強いしね。やっぱね、ルールからの霊竜結構強いんだよね。でこれで誓願が手札にあればもっと強いんだけど、はい、誓願やめやめ、違う違う、相手の方が先にやられたぞ。先行精霊竜、チキショウ、先行精霊竜できるようにできくんでるのに普通に会話に先行精霊竜やられるとちょっと萎えるの。あ、でもバックアッシュ、バックラッシュは嬉しい。さあ結界誓願、あー強いね、普通に強いね。それはそれは普通に強いわ。じゃあちょ、打点抜きできるんですよね。一応僕祈願城入ってるんで、デッキに誓願ミラーを見越して祈願城入れてあるんで、打点で抜けるんですよね、精霊竜を。これ精霊竜抜きにいくか。青木目の剣士を召喚、青木目の剣士を効果発動。さあ太鼓の白石を、白石さゆりさんを手札に加え、あ、オッケー。太鼓なし、太鼓なしはそんなに強くない、太鼓なしはそんなに強くない。でまずこっち出して、でこう一周する、こうしていく。さあ3100打点、精霊竜を抜け祈願城、いいぞ。そしてイニシエのルールを発動、イニシエのルールの効果によって、これは一旦白き霊竜から、白き霊竜を出して、でこれでバトルフェーズ入っていこう。さあお前の精霊竜はいただいた、モンスターで攻撃、しゃあしょらいしょらい、これが聖眼を分からせられる祈願城のパワーよ。抜けないだろう、3100バニラ実質抜けないだろ、モンスターを伏せる、いいだろ。こんなクソザコモンスターをセットしたところで俺様には効かないぜ。ドルルルル、太古の白石だろうな、それは。太古の白石を封じるためのモンスターはもう入っているんで、私のデッキにはな。そしてレベル8の白き霊人レベル1、太古の白石をチューニング、
新規の召喚ブルーアイズスピリットドラゴン、回収者みたいなバトルフェイズ、あ今回収して出した、あでも出したら新しかないわ、意味ねえわ、ブルーブルー、なんだボールあんのか、ボール引いたんか、やべえ、だったらモンスター出してみたいな、まあでもまあ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 、まあ悪くない、太鼓の白石を止めれるそんなカードは別にいいだろ。さあエンドフェイズ、太鼓の白石の効果発動しろよ。まあ俺は発動するけどな。さあ太鼓の白石の効果発動、デッキからブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、最強盤面来た、バカめそんな効果は無効だあーどうする、海馬さん除外して回収効果も使わせませんよ私、おらおらなんエンド、さあどうする、おい真の聖眼使いは俺っていうことでいいなさあお相手の方セラちゃんね、よろし了解いいでしょう。さあ光の結界、ここはもう先行精霊流ムーブですね、完全に完全に先行精霊流ムーブ。さあまずはこうしてからのこうこうの方がいいかな、太鼓の方がいいですね、太鼓召喚して、これの剣士するか太鼓するかはまあ手札と相談って感じですね。で精霊流を守備表示で特殊召喚、やっぱ圧倒的ね先行の精霊流成功率なんだよね。でターン白地太鼓の白石の効果発動、まあ白切れるかなこれは、おっしゃ、ちょっとあの反動に引いちゃうんですよね聖眼を、結構なんでそれはまあ頑張ってインガー切断とかサンダーブレイクとかで捨ててなんかやっていくみたいな感じですね。ネクロバレー、ネクロバレー強い、ネクロバレーは強い、何だっけだろこれ、あーそういうデッキか、なるほどそういうデッキか、最初取れなくさせといたら結構強いよな、最初取れなくさせといたら結構強いとは思う、ワンドローね、でああバウンスからのワンドロー、はいはい、カマイタチ、はい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 、でこれ変身するしかないね。さあ精霊流の効果と、ネクロバレー張ってくるデッキは基本的にあの墓地効果ないのであのあんまり精霊流刺されませんね。ただそれ双眼の銀流になっといて、で、精霊、あ、双眼の銀流の効果で対象に取ることはできない。さあ、イズナムチでワンドローしていくのはもうしょうがない。それはしょうがない。いやー、これ難しいなー。でもこれな、バックが何枚あるか。いや、あの、大山美子とかカエテロイドさえなければ、結構そのまま殴っても勝てるみたいなとこあるんだけど、ただねー、妖戦獣デッキって、あの、波紋のバリア、ウェーブフォースっていう必殺技持ってるんで、それだけケアしないといけないですよね。波紋ケアだけはマジでしないといけなくて、はい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 、オッケー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 、砂時計チェックしようとしてもこれ対象取れないから効かんねえっていう、いやーこれどうしようかな、光の結界は復活するだろう、まあでも攻撃表示だね、リセットしてこのまんま殴りもう結構あるんだけど、ちょ波紋だったらマジやばいから除去しに行こう、言うて除去しに行こう、あとマジであのカイトロイドとかやめてください本当に、ちょお願いします、30枚の妖戦獣で都合よく防御だとなんかその何いたしかぜ引いてるのマジで勘弁、着地許して、あ許された、とりあえずドラッコンバーミリの効果ちょっと頼む、これは赤いてる、よし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 、誰もマジで書いてるのでやめろ、やったー、ゴーお祈りダイレクト成功、対戦ありがとうございました。さあお相手の方海馬社長よろしくお願いします、進化した最強ドラゴンいいだろう、真の聖眼使い決定戦と行こうじゃないか、あの結果発動、そして真ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、これ罠引きに来てえな、とりあえず青姫の剣士を召喚、青姫の剣士の効果発動、
ホワイトオブジエンシェントを手札に加える。そしてこれはこうして、あのもう正解しかないで、正解正解引くのやめよう、やめようやめよう、それはそれはやめよう、それはダメだわ。なんでこの地獄みたいな反動、ふざけんなよ、地獄だわこれ本当に。まあでもこれまあこうしておくしかないですね。これで太鼓の仕出しの効果、あそっか、さっき白きれい流ちょっと2枚入れたのと、で白きれい流特殊感いないと思ったわ今、白きれい流、はいからの、いやーこれ結構地獄だな、これハンド地獄は起きている。トラップカードは引けんかった。さあ目覚めの戦列、相手も強い、目覚めの戦列つらい。まあし、スピリットドラゴンもなんとかしてね、うまいこと活用していきたいといったところ。さあヘルモスの爪、ヘルモスの爪すげえカード入ってんな、あれがブラ、あのレッドアイズブラックドラゴンソード入ってるのか。さあとりあえずオルタラっていうのが出てくると、青眼青眼サーチ、はい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 、青眼青眼サーチからの、はい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 、オルタナティブ効果、はいはい、オーケー、オルタナティブ効果で精霊竜を対象に取って破壊しようとしてくるが、精霊竜効果発動。銀竜特殊召喚するしかない。さあ銀竜特殊召喚の効果、これ変身しといた方がいいか、変身しといた方がいいな、対象に取れないっていう状態にしておきましょう。一応ブルーアイズホワイトドラゴン自身はね。で次のターンで、精霊竜解説、まあ、中内引けないときついか、次のターン。えエレキリン誰よお前、ヘルモスの爪 やばいかもしんない、あれあやばいかもしんないよ、待って、それってさ打点めっちゃやばい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 ってはっ